タートがちょっと遅かったね今日は。3時半スタートじゃダメや。4、5軒、4軒ぐらい行けるかな思ったけど、ちょっと餃子ツアーちょっと失敗じゃない。反省会。反省会。餃子ツアーは、ね、失敗ですわ。仕切り直しですわ。チョイスしたところが全部ダメですよね。全くもって全部ダメだった。夕方から動くだな。もうたっちゃんこれ匠来たことある？ない。ない。はい。はい。これは黒？はい。はい。ありがとう。またこれこのすべきなんで。はい。いただきます。もう耳かってきた。色が全然違うな。真っ黒だよ。半熟トロトロですよ。うまっ。あ、おいしい。な。昼は家のラーメンだったよね。おいおい、昼は家でラーメン食って、もうほんまそこがちょっと黒だけどね。何ラーメン？普通に、あれ味噌ラーメン。どっち美味しいですか？それは比べ物だね。味変しますよ。はい、よろしいですか？はい。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとう。こぼれやすいんで気をつけてください。はい、ありがとう。注文取り出されてよかったですかね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらも取り出されてよかったですね。はい、ありがとうございます。餃子を頼んだのはてっきり忘れてました、私は。一応餃子食べたんで。餃子ツアーなのに今忘れとってました。辛っ。こうなる、一気に辛くなった。辛くなった。すげえ、濃厚だよ。ドロッとした。ドロッとした。なあ。そう、餃子を食べよう。餃子食べよう。餃子を一応メインの餃子がメインだよな。餃子がメイン。どんなですか？ちょっと皮が厚めだけど、美味しい。美味しい。この辛さで一気に厚なんだな。餃子食いますわ。美味しい。美味しい。なあ。美味しい。なんか野菜の味がしっかりしてるな。ちょうどいいバランス的な。
まあ、皮はちょっとこっちの方が厚めだけど、うん、結構深海魚とそんな味的に言ったらなんか同じような味じゃな、うんうんうん、美味しいよ。結構餃子残念なとこもあるけな、ラーメン美味しいのに餃子ちょっと残念じゃないとかな、うん、美味しいわこれは。サイズもちょっと大きいな、うん、買いだめですか。いいっす今日はちょっとショックが大きすぎてほんまやな、うん、3時頃から行くやつおらんのそうそうそう、うん、3時から5時の間で飯食うやつおらんいうことだよね。そういうことになったな、うん、結局な、うん、やっぱ普通に時間、うん、それなりの時間帯でいかんと、うん、いうことだよな、うんうん、匠で餃子食べたことないけど、うん、美味しいこれは。いや匠はもうラーメンと餃子でいいだな、うん、餃子いってほしいな、これもう美味しい、うん、美味しい、うん、餃子ツアー餃子のみでいかには回れんなこれ。そうそう他のも食べたら多分食べられない、食べられんだろうな、うん、まあまあ今日はもう、まあ、これで締めだけあれだけどでも餃子ツアーはもう、うん、餃子だけでも大丈夫ですかって、うん、言わねえけどなあ。だからでも餃子だけっていうのもなかなか頼みにくいんだよな、にくいやにくいなあ。餃子唐揚げでずっと言っても三軒でギブアップじゃあ意外と食べれんかもしれない。意外と食べれんよな、餃子のみで行ったらいけるけど、うん、他のもん行ったらもう行かれんな、うん、ちょっとしんどい、ちょっとしんどい、ね、うん、餃子ちょっと舐めとったな結構食えるもん。餃子そうでもなかった。餃子俺はまあ餃子4軒行って、うん、最後王将締めぐらいで思うまあもう時間3軒だろうな行って3軒3軒だなほんまで3軒でもう王将でウーロン茶飲んで終わりじゃな美味しかった、美味しかった、餃子マジ美味しかったこれ、うん、ちょっと舐めとった所詮と思うよ所詮まああれかなと思う、美味しかったですね、うん、すいません、ありがとうございます。